はい、ハマリオンです。こんにちは。こんにちは、チャンネルティオリブです。今日はですね、ゲストいます。うちいつも見てくれてるスリーパート根絶委員会で、何するかと言いますと、下巻テープの限界、はい、何枚まで負けるんだっていう、螺旋何重が限界なんやと。はい、巻いてます、こんな感じで。これです。10枚っす、これ。これが10最大っす。5、6、7、8、9、10ってやってるんで、どこまでいけるんかと。マジ未知数っす。5はいけるやろうなと思ってますけど、はあ、僕8まではいけると思ってますね。10とかなってきたら多分ね、ゴムやから入るは入るんですけど、うん、ちょっと浮いてくるんちゃうかなと。巻き寿司ぐらい、9の状態を見て余裕そうやったら、ちょっと12追加していきます、はい、ちなみにシャフトは、全部揃えてます。モーダス120の S で、揃えてます。全部の7番で、はい、全部揃えてます。さあどうなるか、夢の企画。まずは50から知りたい人おると思うで、一部マニアな人。手がもういってまうか思うと。ほんまっすね、マジで、うん、こんだけ巻いたことなかなかないんで。あー入ったな。もう合わさんでは。もう破けたっすもん。避けたな、はい。いやでもこれは奥まで入って固定までされてます。あ、すごい。なんかすごいミッドサイズみたい。58よりは太いっす、ほんま。ミッドぐらいじゃん。はい、 OK っす。完成。すごい、5でまあまあ太いな、やっぱり。はい、グリップがイカ飯みたいになります。じゃあ6下、これ巻いた後です、これ。どこまでいけるやろ、ほんまに。8ぐらいまでいくかな。僕は8いけると思ってるんですけども。7やばい。6 ちょっとこれ入るっすね。でもお太さが全然ちゃうっすよ。ほんまやな。わかるかな。50ぐらいまで多分作業でやったことあると思うねんけどな。非常に太い。でもね、まだ正直余力あると思います。ある？はい。7。この辺から怪しいで。怪しいですか？怪しいで。どこが最終？もうグリップが裂けたら終わり。僕グリップとして機能しないんだったらダメやと思ってるんですよ。ほら、もう怪しい。入り口がもうやばい。あ、やばいやばい、これはやばなってきた。裂け方がすごい。これでもうわ、入り口ほらすごくなってる段が。長さ持てる。伸びひんかもしらんな。あ、伸びた。なんか変な感じになっとって段がもう。やば、いける、余力あります。8、雰囲気で言うと倍はいける。15グラムでいける、はい、入り口さえ入りゃいけますね。でも一番太いところに細いところ入れるので、うん、ここさえ入ればっていう感じありますね。さっき入り口だけが怪しかったので。じゃあもうこれ終わったら次15行ってみる。そうですね。入り口が危ない。よし、急げ。
ったね。入り口だけっすね、問題は。いったね。グリップエンドも入ってそう。グリップエンド入るんですよ。ま、問題なく入る。これちょっと歪んでんな、グリップエンド。ほんまっすか。あ、若干。あ、ちょっと怪しいなっていいだな、グリップエンドが。歪んでるっすね。もうちょっと怪しいなっていいだね。これ限界かもしれんぞ。めっちゃ、グリップエンドめっちゃ太いで。ほんまっすね。やば。80でグリップエンドが歪み始めます。どうします？9いきます？じゃあちょっとこれを15にしてみる。これ15、もうちょっと8でグリップエンド歪むというトラブルがあったんで、ちょっと9を15いって15にしようか。でいけたら15を20にしますか。うん、じゃあちょっとカメラ切ります。はい、はい。10、50。いや、日本語おかしになってる。10、50です。10、50してます。もうグリップぐらい太い。これはグリップぐらい太いですもん。だから今からグリップを20にしてるみたいな。入るか。これちょっと肉厚、ここ、ここほんまグリップぐらいあるで。そうですね、ほんまマジでグリップを20にするような感じ。最初さえ入れば。いや、太すぎる。無理、無理やな、これは。これは無理か。ちょっと無理っすね。無理っす。15は無理。無理っす。入んないっす。頑張れ。無理っすね。あの入れるやつあんねんけどな、ビッグバット用の。あれどこ行ったんやろ、あれがあっていけるんやろな。それ指さえ滑らなかったらいける。はい、ちょっと待ってください。もう一回試させてください。1050巻きの渾身の2回目。不可能を可能にする男。それがプロっていうもんでしょう。いける、いけ。やばい、ティッシュを強く巻きすぎた。入る、入るって。いける。おれー。あー、くっそ、くっそ、戻った。いける、いける、いける、いけるね。入るよ。負けるな。割りでっかい。うわ、負けるな。入る、入る、いける、抜け。今マグロの漁師の気分。おるなよ。うわー、すごい、もうテープがえぐれてきとんな。ほら、もう入った。ダメっす。戻ってきた。店長、上が上が戻ってくるな。はい、入らん、もうグリップエンド、これ以上。これ以上ダメです。これ無理、無理、もう物理的にすごいことになってます。無理。これは15は無理か。15はちょっと。これもうグリップぐちゃぐちゃなってる。テープの数でこれ合わせてよ。あのデシャンボーの XS ぐらいは太いですね。これ限界か、ベルベットラバーは。これだって こうなってますもん。一応入ったけどな。これ どうします？ちょっともうこれ伸びひんの。ちょっと伸びないっす。
待ってください、吹き上げますよ。見えてるもん、テープ。ほんまっすね。ちょっと吹き上げます。ワインの口みたいな。なんとかなんとかいけたで。まだいけるで。いや、これ限界っすよ。これ限界っすよ。まともじゃないな、もう。もう正気の沙汰ではないです、これ。完全に。何と一緒ぐらいまで来てんねやろ、これな。あー。何やろ。STM のグリップコンディショナーぐらい太いかもしれん。ここまではないわ。これ普通の60なし。わかるかな。ここがもうこんな。いや、マジ正気の沙汰じゃないです、はい、これは。もうこれが限界、ね、これが限界ですね、マジで。ということでこれ労力無駄になったぞ。俺がやったこの10周15、10がなんとかギリ無理やり入った。ちょっと感動してます、今。よう入れたな、思いましたもん。綺麗には入れられへんと。でもうなんか、こっちからテープが、テープの粘着が、はい、溢れてきました。テープ削れてるわな、もう粘着のやつが。ああ。ということで。ということで。まあ、8がギリかな。8がもう怪しかったですもん。8の時点で怪しかった。8で怪しいけど7か。そうですね、7までかな、まともに使える。7は全然いけてます。うん、8ぐらいで若干怪しくなる。15はあかんっす。15はもう無理。限界値。もうどうしてもっていう方は15っすね。これがハマレオンスパイラルです。本当のハマレオンスパイラルの維持です。維持というメニューで今後お出しします。特殊工賃12,800円。12,800円でやるわ、俺頑張って。ということで、70以上はちょっとやめた方がいいよというラインでした。大変です。ちょっとベルベットラバーは次回。いや、次回じゃない、ない、ない、ない。あるか。エラストマン編。エラストマン編なんかないです、ないです。すぐ終わるんちゃう？エラストマン。伸びひんか、あんまり。あー。下げるかもよ。ちょっと待ってください。エラストマンもいろいろあるんですよ、これ、もう、62口径やったらもっといけたかもしれない。薄いから伸びますもんね。そう。ということで。はい、ということで、この動画が良かった友達、ぜひチャンネル登録。これも良くない。高評価ください、せめて。頑張ったって思った方、高評価ください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。自社サイト、ペイペイも楽天市場で、はい、売っておりますので、よろしかったらご購入してください。スリッパさん来てます。はい、来てます。ありがとうございました。